箱みたいなのある。防御を固めたいなと。こっちとしてはもう武器は全然いいんだけどね、装備も。戦闘開始時間となりました。やばいやばい、だだだだ、やってもこいつは後ろから来てるぞ。やばい、来てる来てる来てる、あ、今降りてる今降りてる、おい出てこいよ。無人島バトルロワイヤル、全員生存のまま迎える2日目。戦闘開始の通知とともに各チームは支給品を獲得すべく探索に向かう。そろそろ始まります。もうちょっと、いや、もう始まります。戦闘開始時間となりました。始まった。皆さん今日も頑張ってください。2日目開始ですね。行くか。行こう。よし。僕ら現状多分今最弱っすよ。最弱だね。ガチゴミ。本当に武器ない、来ないと終わるマジで。俺もう構えてても、俺もう出会ったら逃げるしかないよ。これ構えるよりはさ、もうこれで生きるに、これでも逃げられるようにしたらいいんじゃない？まあ、出てきても撃つつもりもねえもん。撃つ。あ、あれやん。あ、あれか。うわ、グレーか。早速 A チームがグレーの4番を発見する。開けますよ、はい、よいしょ。おベスト。ああ、ちょっと余りましたね。余るね。謎の二色展開だし。あ、スモークあるわ。多分嘘、スモーク入ってる。これどうします、これ1個。いやー、まあ他のやつに取られたら尺だよな。マジで破棄しに行きますよ、ね、これマジで捨てに行くか。ベストが2つとスモークが10個。イーノがベストを着用し HP が50増加。前日に C チームと余った装備や分け合う同盟を結んでいたのにもかかわらず、余ったベストを破棄する A チーム。サバイバルにおいて情けは不要だ。一方の C チームは今日もマップを気にせずふらふらと島をさまよっていた。なんか一個ぐらいなんか物資見つけてえな。もうよくわかんねえんだよな。あそこすごいね。なんか離島普通に離れてない？あれなんかあそこなんか見えない、あれ白い点みたいなんじゃん。あそこになんかちょっと箱みたいない？海岸沿いを歩いていると須藤が支給品らしきものを発見する。何やら見覚えがある景色だが、実はあれそうじゃね？あそこにあるやつちょっと緑っぽい、なんか布かかってない？え？多分あれだろ、なんか船とかイカダ的なので渡んなきゃいけないんだろ。え、1週間のうちで？いや、だから多分そういう支給品もあんじゃね。実はこの支給品は昨日 B チームが獲得を断念した支給品だった。潮が引くと石の道が出現し支給品を取りに行ける仕組みとなっていた。 C チームは運よく潮が引いた時間で発見したため取りに行くことが可能になった。いや、あれ物資だ。いや、色まだ、いやー、あれ物資だな。カーキ色に見えるぞ。は？おお、なんか布かかってる。布、カーキって武器じゃね？いや、確かにそうだな。大丈夫？大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫。ありました、スナイパーと何それ？サブマシンガンかな。おお、 C チームはなんとカーキの8番を発見。2種類の武器が入っており、1つ目の武器は L96。 遠距離射撃を得意とするスナイパーにより戦闘スタイルの幅が大きく広がる。もう1つの武器は
MP7 片手に収まりつつ威力も十分なバランスに優れたサブマシンガンである。そして強力な武器を手にしたことが全体通知で他チームにも伝わる。 C チームがイーストエリアで須藤チームが8番を入手しました。須藤パト8番たまたま見つけたのか。これやばいよマジで。カーキの 8? カーキの 8? カーキの8見つけた。いやこれ終わったろ。食料、武器、道具あた全部取って。そうだね、敵ぶち殺して優勝待ったなしで。そうだな、ちょっととりあえず支給品目指すか。ああ8番うわなんか嫌な予感すんな。カーキの8何入ってんの。やばくない？やばそうじゃない？まあ確実にこれで太刀打ちできないことは確かだよマジで。一旦戻る？一旦拠点戻りました。いやここで守ってても意味ないのかな。いやもうフラフラしてる方が危なくない？まあ確かにな。 A チームはハンドガンでは太刀打ちできないと推測し一旦拠点に戻ることに。一方の B チームは警戒しながらも探索を続けることに。いや痛かったな昨日。結構ギリまで詰めたのにね。やめろってその過去振り返るの。昨日とキャラ変してるやん。その初日の自分がちょっとオタクすぎたな感で。違う違う違う、かっこいい軍曹みたいにしないでもらって。もうね今俺生まれ変わった。熱がちょっと冷めてこれがまず気持ち悪いになるみたいになって。この血のりを生かしてほんと冷静に勝つ。ほんとにあのなんかやっぱ勢いだけじゃダメってのが昨日の勢い分かったからな。まあ確かにね。あれなんか黒の話をしてたらちょっとなんかそれっぽいものが。おお危ねえ。あったあった。危ねえ危ねえ危ねえ、マジ危ねえ。装備だ装備。B チームがグレーの5番を発見。何これ何これ。あ、フラッシュライトかなこれ。おお、うわ、眩しいお前。お互い様だろ。あ、いいんじゃないこれ。でも昨日結構さ、うん、暗闇だったからさ取り逃がした感あるよ夜。いや確かそれはあるわ。あ、これちょっと夜どんぐらいなのか見てみてよ。だこれはそういうことなんだろう多分。夜で敵を索敵するのもいいけど目くらましなんじゃない主な装備としては。見ないで近づいて見ないで近づいて。こうやめろもうやめろ。これガガガガガンっていける。足元危ないんだから本当にもう。うわもうお前本当もは午後1時、突然メンバー全員のインカムにとある通知が入る。これからマップイベントを開始します。マップイベントだったよ。なんかマップ情報入ったのよ。今回のイベントはグレーマップです。おグレーの支給品全ての場所レベルが分かるデータをイーストエリアの神社に配置しました。神社どこだ。神社この間あれだろう、あそこであいつらがスモーク耐えたとこでしょ初日に。勝ったらグレーマップ、グレーの支給品が全部わかるマップがもらえるんだって。いやいやまあやめときます。英断します。まあ全然いいんじゃないですか。でも全員集まるってことでしょ多分。まあ多分ほぼ全員来るんじゃないの。初めての大戦争が起きるわけですね、これは。まあ、なんなら一人ぐらい殺せたら殺したいし。うん、グレーマップ手に入れて一人殺していいんじゃないですか。そのマップにしか書いてないなんか物資のマップがイベントで今来た。行く？行こうぜ。現在、B チーム、C チームは十分に戦えると踏み、マップイベントに参加することに。 A チームはハンドガン2丁という
最弱の武器構成のためマップイベントを断念。拠点付近に戻った A チームには何やら作戦が、まあ、僕らの奥にね、はい、拠点がありますけど、はい、まあ、ここら辺にちょっと防御を固めたいなと、うん、ここからまあもし奥の拠点攻めるときにこの道通るしかないですけど、もうなんかその適当なとこになんか矢倉みたいな、はいはいはい、お立ち台みたいなのを作ってなんかもうどっから撃たれてるか分かんないみたいな、うん、っていうのをまあ作ろうかなと。ということでまあ、はい、結局、まあ、僕はじゃあ拠点、まあ、最初作りますか。まあそうですね、僕もちょろっと手伝って、はい、A チームは前日入手した工具セットを使い拠点を海岸から竹林エリアに移すことに。竹が入り組むこのエリアで拠点の要塞化を図る。すごい道これ。これもなんか敵来たら終わりだなマジで。そうだ、この状態でここら辺がいいかもな。あー確かに、ここら辺の高いとこで作れば、うん、あっち側を光見えたら撃つみたいな、うん、なんか異様な光景だなこれ。はい、じゃあとりあえずじゃあ僕は物資集めていきますよ。武器が弱いんで僕ら。そうね、これちょっと話になんなそうよこれ。ここからは効率化を図り二手に分かれて行動する。岩田は拠点作りに専念、飯野は支給品を探しに行く。とりあえずね、もういつでも逃げられるような体勢をとって僕は進みたいと思うんですけど。おおあったぞ、なんか。おぉドリンク2つ。うわ、これでけえよ、でも。はいはいはい、もう帰る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 。ちょっと、こんな開けた場所いたらもう、即死だわ。ここら辺です、あれだな。おぉ、神社。そろそろ。あれだね。そろそろ時間で。じゃ、この付近ってことね、グレーゾーンの。これも行っていいの？マップがあるのは。行っていいのかな？ B チームが目的地付近に到着。しかしそこには C チームの影が。 C チームは他チームがマップイベントに来ることをコールし、入手したスナイパーを活かせる待ち伏せ作戦を計画していた。まあ一旦ちょっと時間的にはもう大丈夫、そろそろだと思う。マジで撃たれた撃たれた。捨てろ捨てろ捨てろ。なに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 、どこどこどこ、カット撃っていいよ。なに、加藤だ加藤。須藤が放った弾は二人の後ろをかすめる。奇襲を下った B チームは陣形が崩れバラバラに。上だ、上上上の方にいる。スナイパースナイパー、ドリタニー、ちょっとそっち撃っちゃって。俺が回るわ今から。 OKOKOK 加藤さ、うん、右側行ってくんない、右側行ってくんない。俺左見るから、前一人しか見えない。ドリタニーが注意を引く中、西尾が物陰を使い立て直しを図る。 C チームは西尾を見失うが依然として有利は変わらない。やっても全然、こっち警戒してない、こっち警戒してる、こっち警戒してる、こっち行ける、こっち行ける。あいつら後ろから来てるぞ。本当だ、いや、バレた、待て、バレた、バレた。ちょ、俺 HP やばい、 HP やばい。ちょ、俺も引くわ。行け、引こう、引く引く引く。ちょっとだけいい、ちょっとだけいい。前線、ちょっと一回射撃してと。いない、いない、逃げたか。須藤のスナイパーが見事命中し、
瀕死状態の土板に。これ以上被弾できない B チームはグレーマップを諦め撤退。武力で制した C チームがグレーマップを獲得。グレーの支給品全ての場所とレベルが明らかとなった。いや、一人殺したかったな。そうだな、一人やりたかった。やりたかったね、あれ。待ち伏せしてた。一方、拠点制作中の岩田は持ち前の DIY スキルを駆使し、拠点完成まであと少しのところまで来ていた。ここにあったこう板引いて、こっち側の竹に対してバリケード的な感じで囲ったら完成です。瀕死状態の土板には所持していたドリンクを飲み、体力が50回復。しかし依然と危機的状況の B チーム。すると、犬だ。犬っぽいな。あとつけてみますか。あ、 A チームの拠点の位置とか探ってみる。どっかに拠点作ってると思うから。あ、支給品探索中の飯野を発見。むやみな戦闘を避けたいことから、 B チームは飯野を尾行し A チームの拠点を把握することに。尾行されていることに気づかないのは、そのまま拠点に到着。聞こえる聞こえる聞こえる。というわけで、はい、我々に安息の地ができましたね。好きですね、あんた家作んの。俺これもう見覚えあんなもん、これこの家。竹はね。拠点、いや、こっち拠点、竹で拠点作ってんの。え、これもうクリアじゃないの。いやいや、あの、マインクラフトじゃないんで。家作るゲームじゃないですよ、これ。もう一つ近づける、これ。いや、多分これ以上行かない方がいいと思うわ。一回だから、一回ちょっと俺回復、うん、その支給品二人で探して、うん、俺 HP 戻してから攻め込むでいいと思うんだけど。とりあえず一旦じゃあ情報だけメモしておきますか。B チームは体力回復が最優先事項のため A チームの拠点を後にした。 C チームはグレーの10番が記されている海岸に到着。この辺か、この辺だったと思うよ。この辺にグレーマップの箱がマップ的にはあった。いや、あると思うけどな。やばい、あった。あったよ。あったよ。これか。おお。ベストとヘルメット。ヘルメット。中にはフルフェイスヘルメットと二重構造の強化ベストが入っていた。でさ、この最強ベスト、これどれぐらいの耐久値がありますか。フルフェイスヘルメットは体力が50増加。強化ベストは体力が100増加します。結構あるわ。マジで。いや、結構守れるよ。そう。いいね。いい。あれ。あれ、なんか原付で出かけな、だけ開けるんですかね。まあまあまあ、これでも十分強いんですけど、常に目張ってんのもあれなんで、その。この道を通った時にちょっと音が鳴る、うん、罠を作りたいなと。鳴子っていう、はい、
これをこうやって吊るしておいて、うん、でどっかの木、まあ、この辺にこう吊るしておいて、うん、でここにロープをずっと引っ張ってこの竹林の入り口あたりにこうロープを引いておくのよ、うん、でここに引っかかってこうビーって踏むとここの部分がこう引っ張られる、でカランってなるところ、そうカランってなる、なるほど。A チームはさらに攻め入りにくい拠点にするため罠を張ることに。拠点に鳴子を設置し、鳴子に繋がれた紐を竹林の入り口に低く張ることで、紐に気づかず侵入した場合に鳴子が鳴り侵入者を知らせてくれる仕組みとなっている。早速鳴子の取り付けを始める。どう行きますこれ。とりあえずだいぶ手前で分かった方がいいけど、うん、こっちの方まで行っちゃうか。なんかいい、こういうツルとか、あ、このツルいいんじゃない。これが、まあ、一応この辺いいか。うん、それこれじゃいらないか。進んじゃっていいんじゃない。えんちゃうこれ、えんちゃうこれ、本当に。ああ、まあなるわ、なるなる。本当無事に罠が完成し、防犯対策もバッチリとなった A チーム。一方の B チームは支給品を探していたが、またもや危機が迫る。全然回復ないですけど。ああ疲れたな。もう支給品も置いてなかったらほぼ単取られてんだろうな。でしかもベージュじゃなかったっていう。ちょっと、もうちょっと見つけてえな。見つけたいね。それだけはちょっと戦闘が起きそうだから避けたいね。よしよし、まあ、この先もうちょっとまっすぐ行って、やば、何あの、あのそう、また強かったんじゃないそれ。あともう一個取ればもう、この島案外広いな。広い、だいぶ広い。 C チームの完全武装を目撃した B チームはただただ逃げることしかできなかった。はぁ、あ、はぁ、あ、危ねえ。まさかあの C チームが、確かに、はぁ、あいつら昨日で多分ほぼ無防備ぐらいだったね。もうずっと走って逃げただけのやつだが、いやーだ、ちょっともう手に負えませんわ。まあちょっとね、またこういうことはしたくないですけど、無人島で、うん、今日飯野を見つけたじゃないですか。うん、あそこから拝借しますか。まあついに使わずに来たんじゃないですか、あれを。あーこいつね、隠しておいた最強ライト、これあれでしょ、目つぶしもいけんでしょ。目つぶしが今のでちょうど、これうわこれやばい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 、無理無理、あー痛い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 、やばいやばいやばい、相手に位置知らせてるだけじゃねえ今。行きますか、これじゃあ暗闇の方がいいでしょ。暗闇の方がいい、そしたら夜行くか。よし、俺ら今までベージュバッグ引き当てて、うん、飯と回復、うん、さらには装備には困ってないんで、はい、まあ、軽く飯を食って、武器探していきますか。行きましょう、さすがに。というわけで今回食べるのはこちら、ライトツナと焼き鳥です。うん、テンション上がんないね。まあね、一切。 A チームが拠点で食料を調理する一方で、その日暮らしの C チームはというと、ここでいいんじゃない、ここにするか。よいしょ、あ、この辺いいや、いいね、ここにしようか。飯はとりあえずいいか。うーん、ああ
まあ正直大丈夫だし、まあ拠点をとりあえずここって覚えといて、うん、まあマップ9番、うん、正直、まあ、今しかも夜だから見分けもつかないし、うん、自分スナイパーなんで、まあ、俺もサブマシンが持ってるんでやっちゃおうかなと思ってます。拠点の概念がない上に空腹の概念もない C チームは食料を二の次にし、グレーの支給品を探しに夜の無人島を歩く。一方 B チームはここら辺ですね。なんか犬はこっちの方にね向かっていったんですよね。 B チームはすでに A チームの拠点へと足を進めていた。そんなことなどつゆ知らず寝袋を広げる岩田。寝るには早くないっすか。あったまってるだろ、寝るなんつってるだろうが。やだお前これ。いや今寝たらマジ終わりっすよ。いや寝ない大丈夫だよ、まだがあんだから。いや寝るやんお前。寝ないって。入り口に着きました。こんなことできるんだ、よいしょ。寝るやんお前。いいよお前、早いから。お前みたいなのがすぐ死ぬんだから。どうせえ来てる。撃たれてる。バレた。何も見えない。 A チームは鳴子が鳴ったことで侵入者に気づき迎撃。 B チームは意表をつかれ西尾が避難するが、朝に拾ったタクティカルライトで敵の視界を奪い応戦。やべ、弾はね。やだ、引く。今降りてる。降りてる。逃げろ。やべ、だいぶ置いてきたぞ。おい。すみません、多分拠点開いた。ちょっと見に行こう。回復だけ取ろう。俺回復取ってくるわ。オッケー。防犯対策をしても肝心の武器が弱いため撤退を余儀なくされる A チーム。その隙に B チームは敵拠点へと攻め入る。すげえなこれ。おはは。ああ、はあ、とりあえず飲んじゃおう。ドイタニは A チームの拠点にある栄養ドリンクを2本飲み体力が100回復。いやー回復したね。回復した。バレてたけどなんか取れたな。取れたね。まあしばらくここ行っていいんじゃないですか。え、確かにね。いやーなんか、いい波来たかもな。確かに多分この辺じゃないかな。この辺ブレーマップのあれだと。ちょっと待って、リサちょっとグレーマップのちょっと案内を頼む。近くの支給品までは約10メートルです。やっぱこっちだ。こっち、こっち。ちょっと進む。あと今俺たちが立ってるとこからあと10メートル範囲にあるって。おお、来た。見つけた。ちょっと待って、これ何入ってんの。何入ってる。来ましたよ。見えないまだ俺。これ最強よ。何？シールド？これ最強じゃね？すげえな。これは最強すぎる。もう行っちゃう。行っちゃうか。バジバジ、もう今夜。ぶっ殺しに行くか。もう多分。もうその辺歩いてるから。バジバジ殺しに行っちゃう。じゃあ。面白せてやろう。なるほど。
A チームはあれから走り続け、イーストエリアまで来ていた。無理。やっぱ武器だな。いやー、俺一生懸命作ったよあれ。だ意味ねえんだあれ。意味ない。いや意味はあったろ。持ち込むだよ。いずれこうなってた。むしろ腰死ななかっただけラッキーだけどマジで。まあまあ。自分たちが最弱のことを再認識し、武器を求め支給品探索に出る。支給品こっちだって。こういうなんか丁寧な払ってくるかな。あれ、お前ライトないの？あれよ。照らしてよ。あったよ。え？緑じゃない？しかも見て。カーキじゃない？5番って書いてます。カーキじゃないこれ。カーキの5だって。A チームはここに来てカーキの5番を発見。P90。P90 だ。マガジンも2本ついてる。熱っこれ。ちょっと待ってね。P90 と呼ばれるこの銃は装弾数が多く取り回しのいい形が特徴的だ。よし来たなこれ。ちょっとあれ出てきたわ。元気出た。元気出てきた。拠点行きます。体力がな。体力やばい。もうちょい動力に支給品行ってみるよ。なんかいや行こうよ。いいことありそうだし。 A チームはこの後も支給品を探しに行くことに。しかし近くには C チームの姿が。完璧な装備やん。下がって下がって下がって。ああ。敵に相手。声聞こえる。やばい、こっち来たらやばいぞ。須藤だ。こっち来たらやばいぞ。ああ危ない。いやこれ俺ら黒いからあんまバレねえかもな。気づいてない。 A チームは夜の無人島を徘徊する C チームを発見。 C チームが拠点を持たないことを知らない A チームは、 C チームが油断している隙に尾行し拠点を襲撃することに。やばいよ、ライトが近寄ってきてるんだけど。何ですか？来てるかも。ちゃんと警戒しない。ちゃんとシールドキャンになってる。来てるか。来てる。来てるか。痛い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 。持って持って持って。え？この間とかから出てきたりしない？おめえ。こいつ重すぎる。危ねえ。危ねえ。間一髪、横の茂みに隠れてやり過ごす A チーム。そしてとあることに気づく。休憩する？ここで。ちょっと一回エルクロを貸して。一旦休憩しようぜ。一回エルクロを貸して。疲れた。マジで疲れた。巨体かもしれない。どうも拠点には見えねえけど。なんかキャラ的にちょっとクレイジーすぎるわ。普通俺ちょっと怖くなってきたんだけど。ここまで過ぎてきたんで。何発か撃ってからすぐ撤退します。いいね。C チームが拠点を持たないことを知り腹いせに発砲を決意する A チーム。あーせーの。おい、ちょっと待って、撃たれてる。おいよ、おらどうだ。終戦時間になりました。今日も一日戦闘お疲れ様でした。2日
目にして物資の重要性を痛感したメンバーたち。今日も犠牲者はなし。大きく開いた戦力差を覆し、優勝に近づくチームは。次回の無人島バトルロワイヤルは。もう支給品でしょう。じゃあ未開拓の地にもうちょい行ってみますか。錯綜していく各チームの思惑。全取りできるんじゃないですか。どうだろう、どこに隠れてんのかな。海岸中、海岸中いる。そろそろ死ぬぞあいつら。そしてついに初の犠牲者が。詰めれないこれ。どういうことだこれ。限界だぞこれ。